俺たちのキーワードは You are the ときめきさ夢は届く風の宇宙まで信じているから純白の熱いなんですと？銀行の金庫に保管してあった金塊を盗み出したですと？ええ、UNPO 国際警察宛てにそうファックスが送られてきたんです。そんなバカな、我が銀行のガードシステムは万全ですぞ。単なるいたずらではないのですか？それならいいのですが、気になることもありまして、念のために調べさせていただけますか？そりゃ構いませんが、そういうあなたが美しい銀行強盗だったりしてな。ご覧のように、この鋼鉄製の扉を開けるには ID カードの他に音声と指紋の照合、そしてコンピューターによる毎回変わる暗号を知っていなければならないのです。したがって絶対に、おお、ワープ号登場、天才教授の異常な愛情。これは岩石を溶解させる特殊な液体らしい。これを作れるのは何人もいないはずだが。国際大学教授秋葉原電機。であるからして、流体力学的検知からすれば、すなわちいかなるデータも当てはまらないのであるからして、この秋葉原の論理の次に常にお茶の水の仮説があり、その次が水道橋になるのである。また飯田橋の説もしてできずというわけで、終点は八王子の論理にとどまっている。本日はここまで。お疲れさんです、教授。この間いただいた金塊、うまくさばけましたで。お前は顔もでかいが声も大きい。いかにわしが今世紀最大の天才科学者にして有史以来最高の大泥棒であっても、世間の目をはばかる身である。いいか、市ヶ谷、壁に耳あり障子に花ありじゃ。障子に目ありですね、分かっております。車こそ人類が生んだ最高の美術品じゃ。うわあ、中でもこのわしが全知全能を注ぎ込んで作り上げたこれじゃ。このワープ号こそ最高の傑作じゃ。ただいま、ワープちゃん。寂しくなかったか？え？
そうか、寂しかったの。あら、あのスリスリしてやろうね。リエ、おじいちゃま、おかえり。あら、もうリエちゃんか。ただいま寂しかったの。そうかい、悪かったね。今スリスリしてやるぞ。スリスリスリってな。おじいちゃま、見せたいものがあるの。あら、なんでお前がいるのかな。寂しかっただす。やめろよ、ほっぺが腐るよ。おじいちゃま、早く。優勝候補にも挙げられているマッハ号の活躍はこれからも目が離せません。ねえ、マッハ号ってすごいでしょ。ふっ、マッハ号なんかにうっとりしてどうするんじゃ。わしのワープ号の方がはるかに気品があるわい。でもマッハ号って素敵よ。確かにマッハ号はかつては世界一の車に違いなかった。そして響健一、あのドライバーの運転するマッハ号と誰でも1対1で対決してみたいと思ったものじゃよ。今のドライバーは響号っていうのよ。知っておるよ。だが腕の方はどうかな。マシンの性能にしたってマッハ号は7つのセーフティー機能を備えているというのが自慢じゃそうじゃが、ワープ号には8つのセーフティー機能、ミラクル8がついておるんじゃ。ミラクル 8？ じゃあおじいちゃま、マッハ号に勝てる？当たり前でしょう。よし、わしの作った最新式のシミュレーターで勝利の確率を出してみせましょう。願いましては、マッハ号の最高スピードとワープ号のスピード、空気抵抗、カーブによるロス、その他諸々のデータをインプットすると、うわー、なんじゃこ、あらー、どうしたんだろう。どうして、うわー、見なさい、ワープ号の勝率は 95% じゃ。すっごい、おじいちゃまは何でも世界一なのね。そうよ。よし、やっちゃおう、マッハ号に挑戦して勝っちゃおう。ずるー、リエお嬢様、それはやっちゃおう。リエのためならやらねばなるまい。わしがやらねば誰がやる。やっほー、やっほー。何とぞよろしく御願い立てまつります。国際大学理工学部教授、秋葉原電機。へえ、大学でマッハ号の研究をするのは暇な人もいるんだね。マッハ号も有名になったわよね。これも私がちょくちょく宣伝してあげてるおかげってわけね。だが、まさか性能テストにかこつけてマッハ号の性能の秘密を盗もうって腹じゃないだろうな。そんなことはないと思うけど。その話、ぜひ乗ってほしいわ。キャシーさん、久しぶりね、ゴー君。突然、何のご用ですかな。秋葉原教授のその性能テストに私も参加させてほしいんです。え、何か訳ありのようだな。はい、訳ありなんです。なるほど、それでその秋葉原教授が怪しいって睨んでるわけですな。うまくいけばこのチャンスに何か証拠が握れるかもしれないわ。面白そうじゃない。秋葉原教授の化けの皮を剥がしてやりましょうよ。でも秋葉原教授の施設サーキットってのがなんだか気になるな。昔から言うじゃない、バケツにいらずんば水を得ずってね。ちょっと違うと思うけど。わかりました、協力します。ありがとう、ゴー君。大学の研究費だけでこれだけのサーキットコースができるわけないわ。きっと盗んだお金が使われているんだよ。あ、あれ、いや、お待たせした、わしが秋葉原じゃよ。あ、うん、いや市ヶ谷教授。いや、ごきげんよう。君がゴー君だね。はあ、なんだかキャシーさんの狙い外れてるような気がしてきたわ。ほんと、あんな人に大それた金庫破りなんかできんのかな。ところで、マッハ号とこのわしのワープ号とレースをして性能をテストしたいと思うんじゃが。は？よもや天下無敵のマッハ号が負けるはずはないやろうがな。急にレースって言われても。やりましょう、やりますとも。ね、ゴー君、やるわよね。もちろんやるでしょ。その…よし、早速レース開始じゃ。やったー。
何レースといってもこのサーキットを一周するだけじゃ。もっとも途中にいくつかの性能テストをするための仕掛けがしてあるがな。仕掛け？ああ聞こえますか教授、こちらコントロールタワー市ヶ谷です。ああよく聞こえた。10秒後にスタートです。分かっとる。頑張れマハゴー。あの席って私の方が似合ってたんじゃないかしら。キャシーさんのレーシングスーツすれば決まってる。あ、いやいや、あ、お姉ちゃんのレーシングスーツ姿も見たかったな。なんちゃって感じで。お楽しみはこれからじゃって。ゾクゾク。マッハゴー。さて、スルスルじゃ。第一テスト開始です。切れている。そんな。やろっちゃ。スリルある。仕掛けがあるっていうのはこのことだったのか。けど秋葉原教授の方は。行くぞミラクル8その1、ジャンピングブースター。どんなもんじゃい、どんなもんじゃい。かっこいいおじいちゃま、やる。オーマイガー、抜かれたじゃないの、ゴー君。第二のテスト開始だす。やー、おじいちゃま。なんでもござれのミラクル8その2、突っ張りハンド。第3テスト開始です。ゴー君大丈夫、やっとこう。ギャラント号のナビに従うんだ。すごい。さて教授のお手並み拝見ってとこね。ミラクル8その3、ミスト換気扇だ。うへ、ワープ後は霧の中でもへっちゃらじゃい。やるよね。本当にいろんなこと考えるよ。何あれ、コースが。今度はどんな仕掛けだ。水中よ、コースの湖の水面へ突っ込んでる。これが第4のテストです。そしてミラクル8その4、スーパーサブマリンじゃ。ディフェンスシールド。一瞬ダイバー。リケネ。
そうじゃろそうじゃろ。さていよいよ立ち合いじゃ。第五のテストをクリアできるかな、マハゴよ。あ、何？おかしいぞ。なんであんなに車を傾ける必要が。どうしたの？見てください。ピアノ線？いや、カッターの一種だ。知らずに突っ込んだらバラバラになるところだ。すごいすごい、どんどん差がつくわ。ピアノ線カッターの位置は全てコンピューターに記憶してある。だから自動運転で楽々じゃ。何もせんでいい。これがミラクル8のその5じゃ。このままじゃ負けるわ。負けはしないさ。こんなことされたんじゃ負けるわけにはいかない。カッターブレード。わっ、おじいちゃま、マハ号が迫ってくる。なんじゃと？それならミラクル8その6じゃ。くらえ、トルネードスクリュー。ワープ号の方がマッハ号よりすごいとな。ねえねえ、あと2つあるんでしょ、ミラクル8。見せて見せて。よしよし、驚くな。今度もすごいぞ。ミラクル8その7。どこでも目玉焼き。おじいちゃま、マハ号よ、湖から抜け出したのよ。しぶといやつや。おじいちゃま、抜かれるわ。これは作戦さ。マハ号をコンクリート詰めにするのさ。よし、市ヶ谷、市ヶ谷。何ですか？最後の仕掛けじゃ。タイミングを誤るな。マハ号があと10秒でポイントにつく。何この音？地震？うわあ！秋葉原教授。まるでコンクリートのように固まってるわ。あ、わこれぞミラクル8その8、モグラドリルじゃ。あの液体は銀行の金庫で発見されたものと同じだわ。秋葉原教授。あら、なんじゃ。もうジタバタしても無駄よ。私は UNPO のキャシー・スタンリー刑事。スタンリー刑事、こりゃやばい。どうしたのおじいちゃま。ねえ、なんでもないんじゃよ。リエは気にせんでいいよ。うわ、売ってくるのか。もう捕まってたまるか。
諸君、さらばじゃ。エマージェンシーバリアー。もう諦めるんだな。おのれ市ヶ谷、ポイント30の仕掛けを使え。市ヶ谷。は、早い、了解です。うわー、やった。そう、こんなことでわしは参らんぞ。またきっとマッハ号に挑戦してやる。心配ないわよ。幸いリエさんは軽い脳震盪を起こしただけよ。気がついたら私がうまく話しておくわ。なんて UNPO の招きで外国で研究することになったって。おじいちゃまはあなたと別れるのが辛くて私たちから逃げ回っていたのよってね。これで一件落着ね。オッケー。ちょっと、ゴー君のおかげってこと忘れないでよね。あ、それは言えてる。覚えてろ、必ず戻ってくるからな。来週は無理かな。悪霊に取り憑かれたマシン、ガーゴイルが迫る。エクセリオンがマッハ号へ差し向けたガーゴイルはドライバーの心を操る呪われた力を持っていた。ガーゴイルの呪いは本物だ。悪霊相手にどう勝負をつけたらいいんだ。次回マッハ555、悪魔と暴走、ガーゴイルの目覚め、ゴー。